関連動画総再生回数が10億回を超える人気クリエイターユニットハニーワークスがプロデュースするアイドルユニットリップリップ。可愛系の裕次郎 CV 内山聖輝とかっこいい系の愛蔵 CV 島崎信長というタイプの異なる2人の高校生からなるユニットで、魅力的なビジュアルと歌の良さから人気を博し、メジャーデビュー3年後の2020年には結成に至るまでの秘話を綴った映画をハニーワークス10周年記念プロジェクトとして公開、ファンを歓喜させた。そんな彼らが3月13日セカンドアルバム「生まれてきたことに感謝しなさい」をリリース。約4年ぶりとなる本作の聴きどころやこだわりをコンポーザーのゴム都市とイラストレーターの山子に聞いた。アイドル的キラキラだけでなく、どこか傲慢で欲深くいてほしい。